私ですね、もうこれが発売されるってテレビで放送されたらですね、もうすぐ注文してしまいました。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、あるテレビ見てたんですよね。そのテレビの中でですね、こちら小池屋のカラムーチョ、このカラムーチョですね、海外の方に食べてもらったらどんな反応するかっていうですね、番組がありまして、このカラムーチョですね、メキシコ料理をヒントに作られたそうなんですけども、メキシコの方に食べていただいた結果ですね、これ味は美味しいけど全然辛くないやん、子供のお菓子やんって感じでね、評価されたんですよね。またインドの方にもですね、食べてもらったそうなんですけども、これもね、やっぱり辛くないって言われたそうなんですよね。そういう結果を踏まえてですね、このカラムーチョからですね、特別なカラムーチョが出ましたんで、本日はご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、世界ムーチョ発見、カラムーチョスパイスです。私ですね、もうこれが発売されるってテレビで放送されたらですね、もうすぐ注文してしまいました。今現在ですね、もう販売してないみたいですね。で、こちらスパイスでありますようにですね、こちらオイスパイスがですね、特製サルサ風とですね、こちらの特製インドカレー風、このですね、2種類のスパイスが入ってるんですよね。これ入れるとですね、さらに辛くなるみたいなんですよね。ってことで、早速こちらのスパイス入れてですね、ちょっと食べてみようと思います。まずはですね、こちらの特製サルサ風からですね、試してみようと思います。それでは、カラムーチョの封を開けまして、スパイスの封を開けまして、まあね、これ開けた途端ですね、なんか鼻にですね、来るような香りいたしますね。それではスパイス入れまーす。よいしょ。あ、ちょっと鼻に来ますね。それでは上下にですね、振ってスパイスをですね、まんべんなく振りかかるようにですね、ちょっと混ぜていこうと思います。ご覧のようにですね、スパイスがまんべんなく振りかかってるような感じですね。香りがね、もうほんとこのスパイスの香りすごいですね。それでは早速いただきます。辛くなったのは辛くなってるんですけどもね、辛さ以外にもですね、このスパイスの旨味、このスパイスの旨味が加わってね、ほんとなんかいつものカラムーチョですね、私はこっち好きですね。スパイスを足したことによりまして、より旨味と辛味がね、増したような感じですね。これほんとなんか通常販売してもらいたいくらいですよね。それでは続きまして、こちらのですね、特製インドカレー風、こちらをですね、ちょっと試してみようと思います。こちらのスパイスも本当カレーの香りいたしますね。それではスパイスを入れまして、よいしょ。こっちもね、ちょっとシャカシャカしていきます。もうね、本当カレーのいい香りがするんですよね。こちらもですね、ご覧のようにスパイスがまんべんなく絡まったようですね。それでは早速いただきたいと思います。はい、それではいただきます。うん、こちらはね、カレーの風味がすごいですね。辛さはね、もういつものカラムーチョの辛さなんですけども、そこにね、このカレーの香りとスパイスのうまさが加わりまして、これまたいいですね。後から辛さがきますね。その食べてる時はですね、そこまで辛み感じないんですけども、これがね、だん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 辛くなってきますね。この辛みもいいな。ということで、本日はですね、こちらの小池屋のカラムーチョをさらに美味しくするオイスパイス、特製サルサ風と
特製インドカレー風、こちらを2つ試してみました。辛いもの好きの私としてはね、サルサ風もインドカレー風もどちらもね、辛くなっても本当いいですね。ぜひですね、こちらのオイスパイスお試しいただければと思いますと申し上げたいんですけども、こちらね、小池屋のオンラインショップで限定で発売されておりましたので、今はね、入手がもう難しいかと思います。またね、もう新商品として発売されるのを願っております。それくらいね、辛いものが好きな方にはおすすめですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。